はい、こんにちは。タイガーウッズのパッティングシリーズ第2弾です。第1弾はね、こちらの骨格標本模型をタイガーのストロークにねセッティングしました。それでハンドファーストの度合いでマイナス2度とか3度になるようなセッティングにすると、まあ、このような傾きですね。この当時はキャメロンサンドじゃなくて、タイガー初期の頃はアンサーとかアンサー2あたりをね使ってたと思うんですが、そのパターのロフトは4度あるんですよ。ですから今日はね、実際にタイガーのストロークを人間が誰でも体感できるようなくり抜きのレールを作りました。これガイドレールで、誘導されるという風になってますね、このようにね。で、問題はこのアーク、これが前回言ったようにタイガーの場合はまあ、135R ぐらいなんですね。こちら見ていただくと、画像解析するとですね、まず目の真下にボール来てません。目の真下に来ているのはバターヘッドのヒールの部分、ネックの部分ですね。ボールはちょっと前出てます。ここ少しずれてるわけで、シャフトの来角が普通メーカーさん70度にしてますけど、タイガーの場合65度からまあ67度ぐらい、これも65度ですね。問題はそのここですね、ここからここまでの長さが画像解析すると135から 140R ぐらいということで、前回ですね、ここのこの地面から軸の部分ですね、ここまでの距離、これが135。この標本は、まあ、175センチ相当の身長なんですが、これが見てください、135になってます。この数字ね、135ですよね、はい。で、ここが軸となって、ね、ストロークがされている。で、これは背が高くて体を起こせば、当然145とか 150R もできますね。それから、背が高くてもすごくこう昔のジャック・ニクラウスのようにね、こうかがんで構えれば 110R っていうケースもあります。この視点が短くなるとパターヘッドで描かれるその弧が、半径が短くなるわけですから、まあ、より鋭角的になるというか、長くなるとより地面にスレスレに来るという、まあ、そういう意味でいろんな設定ができるようになってまして、もう一度見ていただくと、ちょっとこちらをアップで見てください。ストロークがね、ここのですね、ガイドレールのこのカーブですね、一番上は 100R なんですよ。 100R から 105R で、 110R、 120R ね。で、一番下特設のコーナーが130から 140R ということで、タイガー R ということでセッティングされてます。で、こちらはですね、まあ、来角はもうすでに65度になるようにセッティングされてますので、こう見ていただくと、この3本を、ね、並べてもらいたいので、こちら側から撮影をしてください。シャフトの傾きをね、見ていただくとね、これ70度なんですよ、70度。それでこれとこれは65度。ね、前回これ65度って。測りましたが、今ちょっとセッティングしちゃってるんです。測りちょっと見にくいかなと思います。これが70度だと分かります。70度ね。70度。まあ、わずか5度の差ですから、70度ここですね。70度になってる。ちょっと大丈夫？はい。これは。それよりも少しフラットになっているということですね。ここでしょうか。ね、65度。ね、はい。で、ちょっと遠目で見ていただくと、この傾きは70度よりも少しフラットにした状態に設定されていると、ね。で、インパクトロフトはですね、正面から見ると、もうこの箱型のそのくり抜きに今、ぴったりとベースを90度に合わせてますので、ゼロです。ゼロの状態で、ここですね。実際にやってみましょう。で、バックスイングの大きさと、フォ
インパクトビタ止めでしたら、もしくはフォロービタ止め、タイガーズね、インパクトもしくはフォロービタ止め。あ、綺麗に転がりますね。まさにタイガーはスタンスもあまり広くなくて、最近はボールの位置が少し左目です。で、少しやっぱり高めですね。バックスイングはこの辺りまで。あ、綺麗、すごい綺麗、一直線、ね、正面から撮れますかね。あ、こっちから撮りましょうか。こっちから撮っていただいて、バックスイングはこのぐらいで、ほら一直線でしょ、見えてますかね。これが見えるといいんですけど、一直線です。つい私自分の構えになってしまいました。このぐらいですので、スタンス広く、バックスイングはこうやって、ほらもう線を描いたみたい。これがどうでしょう、画像で映っているでしょうか、ね、ピューンと一直線に行きます。置き方がちょっと間違えちゃった。弱いかな。入りました。はい、どうでしょう、もう一度こちらから見てください。タイガーのねストロークを体で体感できる装置です。こんな感じでタイガー打ってます。こんな感じです。あとはインパクトはビタ止めなんでね、この辺がピタッとこうインパクト、まあ、フォロービタ止めということもね、どちらが正しいでしょうか。あの私の動画の中で2対1っていうね、ショートパット2対1って、上げてますが、あの USPGA の多くのプロはインパクトの後フェースの向きは変わらないんですね。ピタッと止まる感じでスッとここでね、止まります。ですからそれはバックスイングの大きさとフォロースルーの大きさをこういうね、ゴムなどで、制限させてあげるとね、そのストロークの幅がトレーニングもなるという。で、アーチも変えられるし、この65度に今回設定しましたが、あの70度とかね、他の角度にも設定できますので、こういったものを作って、実際にタイガーウッズをね、パッティングストロークを誰でもがですね体感することができるという、そういったものを作ってみました。はい、で、ここ横窓がありまして、ここからですねハイスピードカメラで撮影してですね、インパクト直後のボールのね転がりをこう見ていくと、こういう十字ラインに切ってますんで、こういうねスリップしていくのをこの横窓から撮影できるようにね。で、ヘッドを浮かせたり、ロフト角をインパクトロフトをねいろいろ変えて、実験をしているという、そういう今回は装置のご紹介でした。はい、いつもご視聴ありがとうございます。引き続きですねいろいろ面白そうなことをやっていきますので、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。どうもありがとうございます。